はい、こんにちは。星の動きの5回目。あ、6回目だね。ね、今日はね、星の見える時刻と方角ね、についてやってみたいと思います。さあ、これ簡単な原理ですね。ゆっくりこれね、サブノートとして埋めていきます。さあ、太陽はあります。地球あります。さあ、地球はこうやって1年に1回、太陽の周りをぐるっと公転しているわけです。こういうの公転っていうね。さあ、そして、まあこれ夏としますね。さあ、夏の星座、サソリ座。ね。これ地球があって、これ夏の地球側の向こう側にこれサソリ座があるんですよ。で、そして、この夏の次の3ヶ月後、これ秋ですね。秋の地球。さあ、秋のこっち側、太陽と反対側に水亀座がある。ね。9月に綺麗に見えます。さあ、そしてその3ヶ月後、冬の地球。太陽の反対側に牡牛座があります。これ12月に綺麗に見えます。さあ、そして冬の3ヶ月後、春ですね。こちら獅子座が、ね、綺麗に見えます。さあ、じゃあその次、まず夏の地球ね、分かってもらいたいのはこれね、地球がありますよね。で、半分に割りますと、太陽の光はこう当たりますから、こちらが昼間ですね。こちらが夜になります。昼夜に分けます。じゃあその次ね、ここ昼の12時ですよね。太陽が一番ね、真正面に見えるね。これが昼の12時。で、地球は反時計回りに回ってますから、このちょうど影に入るところ、夜に入るところが夕方の18時ですね。で、そしてさらにここ。ね。これ0時ですね。真夜中です。そして今度また朝が来ます。朝の6時。ね。朝、昼、夕方、夜。ね。さあ、じゃあこちらも書いてみましょう。さあ、ここが昼ですね。ね、まず白書いて半分夜にします。ね。秋の地球です。ね、ここは昼。で、ここ夕方18時。で、ここ半時計回り午前0時です。真夜中です。で、朝6時。朝、昼、夕方、夜というふうに自転してます。じゃあ冬もやってみましょう。さあ、太陽こう当たってますから、昼夜です。夜を塗りつぶします。これ昼です。ここが昼の12時。こちら夕方の18時。さあ、こちら0時。真夜中です。さあ、こちら朝の6時ですね。朝、昼、夕方、夜。さあ、冬の3ヶ月後、春の地球。太陽こう当たってますから、ね、昼夜です。ね。さあ、これが昼間ですね。太陽の南中です。ここが夕方18時。こちらが真夜中の0時。で、朝6時です。ね、朝、昼、夕方、夜。ね。こうなってるわけです。じゃあ、星が何時にどの方角に見えるのか。じゃあ行きますよ。まずここから。真夜中。ね。真夜中のこちらが南になります。ね。これね、これ昼ね。昼の12時、太陽南に来るでしょ。だからこう書いて、地球の中心から反対側の線がこれ12時なんです。昼なんです。あ、ごめんなさい。南なんです。ここにいる人はこっちが南なんです。ね。で、そしてこっち、ね、真夜中に戻りますよ。こっち南なんです。南を向いた時に、いい？左が東なんです。だからこっちに見えるものは東です。右が西です。ね。だから真夜中に6月、真夏に真南はサソリ座が見えるんです。で、東の空にはこれ水亀座が見えます。こうじゃなくてこうです。すごい遠いからね。西には獅子座が見えます。じゃあ
朝になりました。夏の朝、南に何が見えるかっていうと、これ水瓶座が見えます。これが南。さあ、南を向いて左が東ですから、左、東、さあ太陽が見えますね。で、西、サソリ座沈んでいくわけです。じゃあ、今度秋やってみましょう。秋の真夜中、ここね、さあ南の空には水瓶座です。さあ南を向いて左が東ですから、こちらが東ですよね。大牛座が東に見えます。西にはサソリ座が見えます、ね、さあ、じゃあ夕方やってみましょうね。夕方、南の空ね、だサソリ座が見えるんです。さあ南を向いて左が東ですから、こちらが東、右が西ね。さあ実際右側に日が沈んでいくわけです。西に日が沈む、東側が水瓶座です。さあ冬の地球見てみましょう。さあ真夜中ね、南の空、大牛座ですね。南を向いて左が東ですから、獅子座が東に見えます。西に水瓶座が見える。さあ朝やってみましょう。朝、南はこちらです。獅子座が見えます。さあ南を向いて左が東ですから、ちょうど東の空に太陽が昇りますね。そして西に、お牛座が沈んでいく。さあ獅子座、真夜中、南の空に獅子座が見えます。南を向いて左が東ですから、さあ東に、サソリ座が見えてきます。西には大牛座が見えてきます。さああともう一つ、夕方やってみましょう。南がこちら側だから、大牛座が南に見えるんです。南を向いて左が東ですから、こちらが東です。獅子座が東から昇ってきます。そして西に太陽が沈んでいく、ね、で最後にね、これ昼ね、昼の南っていうのはこれ絶対太陽が南になるんです。だからね、これ獅子座見たくてもね、明るすぎて見えないんですよ。実際にはあるんですよ。ただ明るすぎて獅子座光ってるのは見えないんです。このここの地球からは、秋の地球からは、みんな同じ。ここね、冬の地球、12時の南って、これ太陽です。だからサソリ座あるんだけど向こうに見えないんです、明るすぎて。みんな一緒ね、春、太陽、水瓶座が見えません。夏、太陽、大牛座が見えませんね。はい、星の見える時刻と方角、簡単にまとめときましょうね。こうやって太陽があります。昼、夜、昼間、南太陽です、ね、昼、夕方、南がこっちです。南を向いて左が東、右が西。さあ真夜中の南、こちらね、南を向いて左が東、右が西。さあ朝の6時、明け方、こちらが南です。南を向いて左が東、右が西、太陽ありますよ、ね、はい。じゃあ今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。